武部樹徳は、戦国時代から江戸時代初期にかけての武将。天文六年、大御国館座気軍武部座と似て、六角氏家臣、武部修正の次男として生まれる。はじめ義江、後に高光を名乗ったが、若年の頃から創業となり、樹徳を称した。父、修正は、六角氏と織田信長の合戦で討ち死にに、兄、秀直は、 六角義春に仕えたが、小前坊に殺害されている。一説には、兄の仇を取るべく、小前坊を探し出し、竹部大社の祭礼の日に、大見八万で打ち果たし、その有名によって、信長に飯抱かかえられたという。小田家では、大見森山に五百石を漁した。ところが、小田氏へ主館後は主に理領として活躍した。はじめ、小田家臣、中川重政に属し、 元気二年に重政の大官として、上落寺にあり、柴田勝家の大官と紛争を起こしたことがあった。後、庭長秀の配下に転じたようで、若狭国の小浜軍隊として、小浜城に入り、北陸の陸路、海路の物資集散の中継地点の大官職をこなした。やがて、橋場秀吉にその際を認められ、本能寺の変で、織田信長が撃たれると、 秀吉配下に転じた。物資の荷扱いや兵糧弾薬などの管理に長けていたため、秀吉の蔵に打ちである、摂津国天ヶ崎三万国の大官に任命し、大阪の西の備えとして、天ヶ崎城と天ヶ崎港の管理を命じた。天正15年の九州征伐では、小西隆紗良と共に、豊臣軍の補給を担当。中継基地である天ヶ崎には、莫大な人員。 物資は集められたが、樹徳は混乱なく、任を果たした。文禄元年の文禄の役では、名古屋城武人の奉行に名を連ねる。慶長三年には、長塚正家の下で、越前国県地の奉行の一人として働いた。同年の秀吉死後も引き続き、天ヶ崎軍隊を務め、また豊臣秀頼の近所としても数えられた。 慶長5年の関ヶ原の戦いには、着難・光重が西軍として参加したが、戦後に池田照正の取りなしで海役を免れ、所領と天ヶ崎軍大職ともども安堵された。慶長12年に死去、71歳であったという、ありがとうございます。